いよいよ大阪マラソンが始まりました。これを見ている時はもう私すでに走っている最中でございます。今回は私の現在地の調べ方を紹介したいと思います。まずはね、私のブログにアクセスしてください。リンク先については動画説明のところに載っております。はい、こちらのブログにたどり着いたと思うんですけども、下の方ですね、こういうね、数のトレーニング記録現在位置とございます。そちらの方アクセスしてみてください。はい、現在テスト中ってことで野外にやってきました。当日もね、このライブっていうのがあるはずなんですよ。ちょっとそちらの方クリックしてみてください。するとね、こんな感じで現在のね、私の居場所が分かるようになっております。で、これね、Google マップを使用しているので、まあ、こんな感じでね、現在私がどの変動を走っているかっていうのが、ほぼリアルタイムで分かるようになっているみたいです。ただね、少しタイムラグがあるみたいなので、私が近辺に来たら注意深くちょっと見てみてください。もしかすると通り過ぎてしまっているかもしれません。もちろんスマートフォンでも見ることができまして、こちらもね、同じようにライブっていう表示が出ます。で、こちらクリックすると、ちょっとね、広告が出ることもあるので、右上のバツボタンで消しちゃいましょう。するとね、こんな感じでパソコンと同じ表示が出ます。どうです、一緒でしょ。っていうかすごいね、こんなシステムがあるって。ちなみにこのライブトラッキングっていう機能は、ランタスティックの有料版の機能になります。そしてね、写真で書いておいたんですけども、これが私の当日の格好でございます。アイアムカズ T シャツを着て、リュックを背負っております。まあ、リュックを背負ってる返事はね、なかなか少ないから、いい目印になるんじゃないでしょうか。とまあこんな感じですね。私のブログの方にいろいろ詳細書いておいたんですけども、インテックス大阪ら辺まで応援に来られる方、できればね、そこまで来てくれた方には挨拶したいと思うんですけども、混雑しておりまして、なかなか会えない可能性もございます。ブログの方に詳細書いておきましたけども、西ゲートの方ら辺に、とりあえずはいようかなとは思います。まあでもいても超寒いのでね、15分か30分ぐらいかな。あとね、フルマラソン走った後だから、カズさん疲れてるから声かけない方がいいかななんて思ってる方いるかもしれませんけども、私ね、3ヶ月前に100キロ走ってる男ですから、フルマラソンぐらいね、全然ってことはないけども、結構体力は残ってると思います。なので、もしね、インテックス大阪の方まで来られて、もし私を見つけたらね、気軽に声かけてみてください。まあ声かけてくれると嬉しいですね。ではね、引き続き弟たちと走ってますので、もし来られる方は応援よろしくお願いします。では。